皆さんこんにちは、こんばんは。メイン MC のプーです。アシスタント MC のリーです。よろしくお願いします。お願いします。いやもうね、7月14日になりまして、はい、もう7月も半分来て、来週からなんとオリンピックが、おー、そうですね、始まるそうですね。連休ですよ。なのでまあスポーツの夏が始まるというこの季節にね、やってきました。ホームでスウェーデン金沢戦です。まあ最後一括りはホームで一旦勝って終わりたいってとこですね。そうなんですよ、ホームで弱い我々、そしてなぜか金沢に相性がいい我々。そうなんだよね。まあそんなところちょっと見ていきましょう。ということで今週は17日土曜日ですね、お間違いのないように、福田電子アリーナ帰ってきます。スウェーデン金沢戦ということで、まあ本当になぜか相性がいいんですね、このチーム。そうだよね、なんでだろうね。そう、去年も2勝しましたと、で今年もまあ勝ったと、で結構それは金沢のが好調だろうが、まあ、不調だろうが関係なく勝てるんですね、なぜか。でまあ現状を言ってしまうと、まあ、こちらのね直近4試合見ていただければわかるんですが、勝ててないんですよ。いやっぽいね。そう、負け先行だね。そうですね、京都の前は一応愛媛戦でね勝ちだったんですが、一区切りやっぱりオリンピックから結構空いちゃうんでね、まあ、なんとしても勝ち点3欲しいよと。でまあジェフももちろん勝ち点3欲しいですよね。はいはい。ただまあ先ほどもね言ってましたが、なんとね金沢福ありでまだ1勝しかできてないらしいんですよ。おやおやおや、これはなんかもう願ってもない相手なのかなっていうのはあるよね。なんかあれだね、ホコタテだね。あ、まあ、ホームで弱い我々対福ありに弱いスウェーデンみたいな。そうですね、どっちも福ありがそんなに得意ではないというところで。いやなんかちょっと、待て、俺ら福あり得意じゃないって言っちゃダメだろ多分これ。まあ今年に関してはね、まあ、そこら辺も払拭したい中なんですが、まあ、今4戦勝ちなしで14位ではあるんですけども、もしねこれジェフが負けちゃうと勝ち点29で並ばれちゃうんですよ。なるほどね。っていうことで早速金沢戦、ちょっとやっぱり後半戦は前回対戦から振り返っていこうということで、前回対戦のスライド行ってみましょう。まあさっきも言ったように勝ったんですよ。勝ちましたね。これ覚えてます？いや超劇的ゴールですよ。ニアでさ、小田がそうフォワードみたいなヘディングしたやつでしょ。そうそうそう、まあちょっと小田選手の評価が上がり始めた頃だよね、最初出れてなかった中で。あ、そうだね。まあ金沢は攻撃的なスタイルでちゃんとねシュートも2桁打ちながら、ボール支配率もちゃんとね優位に立ちながら1点も取れなかったと、はいはい、まあやっぱりなんか相性っていうのはあるんですかね、ここら辺は。まあね、なんか先行逃げ切りの素晴らしいゲームだったというかさ、しっかりと宇野ゼロで理想通りと理想通りなんですかね。まださ、前回の動画もそうだけど 4-4 にやってた頃なんだねこれ。そうなんですよね、去年もねなんなら 4-4-2 だったわけじゃないですか。でまあ今は皆さんねジェフを見てくださってたらご存知 3-4-2-1 ですか。でまあ MC プーはよく言う 3-4-2-1 になってから 4-4-2 が苦手だと。そうね、もしかしたら金沢が苦手になってるんじゃないかっていうところ、もしかしてあったりします？それはね信じたくないね、ちょっと。まあそうだよね。まあ 4-4-2 ないし4バックにちょっとね戦えなくなってきている我々ではあるので、はい、まあそんなところを含めてポイントを見ていければいいのかな。そうですね、まあ、ちょっとそこら辺も含めで前節もちょっと踏まえながら見どころ注目ポイントいきましょうか。今回はね久しぶりに結構選手にピンポイント当てて見ていきます。で、まあ、フォワード陣がね結構いいんですが、注目したいのはね最近左サイドでよく出ている、うん、まあ、去年もねそんなインパクトもしかしたらジェフ的にはないかもしれないけど、ホドルフォ選手最近キレッキレでめちゃめちゃ目立ちますね。全然イメージない。去年はそれこそルカオと加藤ムツキとかね、そうそう、今セレッソで加藤選手とか結構活躍してますが、そのイメージがね強いから全然そこのホドルフォとかはね、そうだね、あんまりイメージがないよね。まあ、なんか去年から一応所属してはいたんだけど、まあ、絶対的なレギュラーって感じでも、まあ、なかったところではあるんだよね。でまあ右サイドも選手も今年の補強組島田慎太郎と大宮とかね活躍してたイメージもしかしたらある人もいるかもしれませんが、結構このサイド厄介ですね。なるほど。じゃあただ、まあ、注意のところ見ていただければわかるんですが、
ツートップはツートップで厄介なんですよ、まあ、前半戦もそうだったんですが。そうだね、ツートップないし、ツートップがボールを収めた落としとかのボランチのあたりとかがね。そうですね、まあなんかこちら多分スタメン予想の時にねちょこちょこっと話題にはなると思うんですが、まあ、センターバックにジェフ動きがありましたと。はいはいはい、そうですね。ここに来て、まあ、休養なのか何なのかメンバー変えてきたけれど、どうでした？なんだろうね、まあさ、岡野がさ1試合、秋田戦の1試合前にさ肩痛めてたっていう部分もあるのかもしれないけど、岡野のあのオーバーラップをさ見てたからさ、新井っていうに対して物足りなさを、なんか守備っていうよりか攻撃の面で感じた部分は多少あったけど、まあでもちょっとね、あの前節ラグビー見てる感じだった俺の中で。まあね、まあコンディションももちろん悪かったし、まあやっぱり秋田ちょっとなんかスタイルとしてちょっと苦手というかね、なんかやりにくそうな感じはしたからね。そうだね、ボール蹴って止まったボール走って追いかけるみたいなさ、ね、ちょっとね後半とラグビーみたいな、ラグビーだったね。まあなんか本当にいろんなタイプの選手が、先ほどのサイドもね含めて結構いるんですね。まあなんかオフザボールの動きにもそうですし、はいはい、ボールを持たせてしまう役割もそうですし、まあいろんな多分センターバックの役割っていうのはとてもね多くなってくるんじゃないかなと思います。でバチバチ熱い戦いをしてほしいのは、僕がもう金沢戦の時や去年から毎回言っているボランチですよ。ボランチ、そうだね、ずっと言うよね、リーはボランチだって。もう大橋藤村、去年からずっとこの2人ですけども、ボランチの質が勝負を分けるのではないかというところで、前節、まあ、前々節も光る活躍してた田口選手にちょっと期待ですね。ジェフはそうね、やっぱ質が違うというか、まあ前節本当にね、前節の話あんまり俺ちょっと参考になんない気がするけどさ、まあね、そうね、ちょっとイレギュラーすぎたね。ちょっと面白いパスとかやっぱね質が違うで、かなり前に精神力があるボランチだなと思うからこそね、まあ素晴らしい活躍と、まあね今年まだ見れてないフリーキックとかもね、そろそろ見たいところでありますが、ゴールね、はいはい、で、まあ、今回の試合が一応中断前最後、公式戦としてはね、あの天皇杯抜いて、ああそうなんだね、ということでやっぱりまあ後半戦を見据えて2列目注目してみたくって、はいはい、まあ、前節はね矢田選手が船山選手出れないから、そうだね出てたね、まあ、このなんか三木選手船山選手と替えが効かない2列目、そしてサウダーニャ選手との連携っていうところちょっと見てみたいですし、まあ、矢田選手とかの評価もちょっと聞いてみたいわけですよ。俺でもね前節良かったなと思ったけど、あれ外しちゃった、あのさ、あーループシュート気味のやつ外したのとかちょっともったいない、前半の結構ビッグなやつですね。そうそうそう、あとまあ後半にもさちょっとサウダーニャの裏抜けてキーパーがちょっと前に出ててみたいなのとかもさ、はいはいはい、何個かあった時にねやっぱ決め切って欲しかったなっていうのと、前節こそ岩崎だろみたいな、そうだね、いや雨の間違いない気はする、あのピッチの中さ、俺は岩崎が前にボールを思いっきり蹴って走っていく姿がね容易に想像がついたんだけど、ベンチに岩崎がいなかったって。そうですね、したら予想スタメンいきますか。ではまあ予想スタメン、まずはまあジェフからというところで、チャンミンギ選手がまたイエローをもらってしまったと。まあ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 しょうがないところではもちろんあるけれど、あと1枚で出場停止か。ああそうかもね。って中で、まあ、船山選手も復帰するであろう中で、まあ、先ほどちょっと聞きましたが矢田選手の評価であったり、まあ、新井選手もどうだったのかとかね、うん、まあ、そういったところもちょっとありつつ、もう一つ何かあるとするのであれば、そろそろ船山三木のところにね川又健吾帰ってくるんじゃないかなと僕は思っているので。川又健吾ね帰ってこないね、なかなかね、練習試合とかね点取ってるんだけどね、なんだろうね。そうですよね。そしてもう一人僕はね後半戦期待したい男、大月出ました。まだ得点がない大月周平、献身的なプレーを見たいんですよね。だからサウダーニャもねそろそろ注意されてきている時にね変化を見たいけど、まあサウダーニャが順当に来るんじゃないかな。そうですね。で、まあ、一方金沢は最近の気になるところは、前半戦からずっと20節ぐらい前出てた瀬沼選手、石尾亮賀選手ってところがこの2節ベンチにも入らない、怪我の情報は出てない、結構掲示板でもなんだなんだと、はいはい、いうところでどういうことだろうってとこですね。他は結構ね順当に来てますね。で、まあ、中断期間前に何かイレギュラーがある中で
もう監督としての大ベテラン柳下監督の采配がちょっと光るかなと。そうだね、いうところはちょっと見ものですね。やっぱりね、金沢補強組が素晴らしいんですね、この前線とか。って中でなんと今我々金沢含めね、ジェフと金沢まだ出ておりませんが、補強に関する動画を出しておりますので。あ、そうだね。まあ、なんとね、この2チーム最後を飾るので、この動画の次の日とかに出るのかな、はいはい、なのでぜひそちらの方も見ていただければというところで締められればなと思いますが、まあとにかくね、勝って終わろう7月。そうですね、ホームで、まあ、天皇杯あるとはいえね、気持ちよくね、7月リーグ戦はここが最後ということで、中断期間があれば移籍もありますんで。そうですね、補強ないし取られる可能性もありますから。それもありますね、確かにね。引き抜かれる可能性もありつつの8月に向けて、まあいいスパートね、あと勝ち点50取れば、あの昇格も夢じゃないの。夢じゃないね。一戦一戦勝っていきましょう。それではまた来週勝って会いましょう。柏には負けられない。